はい、皆様おはようございます。春でございます。今日はですね、今12月の10日になったばっかりですね。日付が変わりまして、でこれからですねお仕事に行ってくるんですけれども、だいぶまあこれシミはちょっと見ないで、シワなんかね、シワはあるのよ、このあるんだけど、薄くなったっていうのかな、分かります？なんか薄くなったような気がするんだよね、当初と比べると。6日目なんですけれども、この辺のシワですよね、この口周りのシワはちょっとまだ深いのかなね。えだからこの辺のなんかこう比較的なんだろうな、このなんでね、ここも目立、まあ全部目立つんだけどね、この辺もただなこの辺なんか薄くなってきたような気がするんだよね。離れりゃなんか、んほら離れればなんかいい感じじゃない？うん、まあでも6日目のレポートなんですけれども、うん、まあまあなんか自己満足の世界なんでいいと思います。はい、ということで、シャワーも浴びて、髪の毛もいい匂いですよ。やっぱこのいいですよね、このなんだろう、シャンプーの匂いというか、うん、いい。自分の匂いはいいんだけど、他の女の髪の毛の匂い嗅いだところで、うん、ただ単になんかもう気持ち悪いだけ。変わってるよね、私ね。変わってるのよ。うん、ということで、仕事、頑張りましょう。行ってきます。行ってきます？うん、まあまあ、うん、まあ、そんな感じで。近くで見る？うん、なんかほら前こうにやった時さ、もっと白なかった、ここに。なんかちょっとずつなんか減ってきてるような感じもしないでも、薄くなってきてる感じもしないでもないんだけどね、マジでマジでマジで。はい、ということで、ハロの V3 ファンデ、あ、3分だ、3分経っちゃった。それじゃでした。それでは皆様、またです。バイバイ。さよなら。